かな。はい、こんばんは。いいのかな、はい、こんばんは。ねえ、声が出ないっつってね。もう昨日、まあ、ダーツで負けてテキーラを飲まされた。酒焼けたい。酒焼けというね、まさに5杯ぐらい。5杯じゃんけんジョニーってやつでね、ファンウィズのギターなんですけど。そうなんですよ。はい、まあというわけでね、始まりましたけども、ヒロトさんがね、おかしいという違和感しかない。どうしたの、ヒロトさん。それ言われるんですけど、うん、今日ね、もう入りした時点から、うん、会う人会う人ですよ。どうしたの、何かあったのって言ったら、気分でしかないんだ。今だってスタッフさんにもさ、なんか気持ち悪いって言われてた。なんだろうね、このズラっぽい感じ。でも俺実は本当の理由知ってる。何、あのね、うん、本当に就活です。どこに、どこ、どこなんだろう。どこ面接行ってきたの。面接に来るにしてはなんかこう垢抜けすぎだよね、なんかね。そのなんか君はなんで片目隠れてんのかねみたいな感じに思えるけどね。あ、まあ一応あの、じゃあ自己紹介を。今更か。はい、ギターのヒロトです。お願いします。就活中ね。はい、今夜も目の前の君のハートをもらいに来たよ、ドラムのナオです。めちゃめちゃ元気じゃん。またのナオ、ファッション混雑ナオ。なんかそう、さっき楽屋でね、服が決まんねえ決まんねえっつってね、うん、なんかこう、そう、今日急いでて大量にとりあえず服だけ持ってきたのよ。そうで、いろいろ着てたら靴と下半身と上半身がなんか全てこう別々みたいな。別々みたいな。今のではないですね。そう、さっきね、さっきいろいろ試してたんで、でこれが一番いいんじゃないかなっていうね。でそれで1分押したんだよね、けど。やばい、出れない、どうしようとか言ってね。あの、そう、つい30秒前ぐらい出番の、まだ裸でしたから。裸にマイクを、裸にマイクをつけようとしてつけるとこないみたいな感じなんですけどもね。はい、こんな感じで今日はこの3人でお送りしていくわけなんですけども、はい、まあ、我々アリスナインは3月から3ヶ月連続リリースをねしてきましたけども、そのラストとなる、シューティングスター先月29日リリースだったんですけども、はい、まあ、皆さんはね、もう買ったと確定しております。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、皆さんどうでしたか、逆にね、良かったですか、佐賀君のあの走りっぷりも。走りっぷり走ってましたね。走ってました、走ってましたよ。だからもうちょっとなんかこう走り方を覚えた方がいいよ。そのセリフで聞くとすごい、走り方を覚えた方がいい。走り方がなんかちょっと違う、なんかちょっと嫌な感じじゃない。嫌な感じ、嫌な感じ、何かがぎこちない、ね、ぎこちないの。女走りとはまた一味違った、なんかこうだエヴァンゲリオンに近い。ああ、まあなんか足長いしね、うん、まあ、細いんですよ、彼は尋常じゃないぐらい足が細いっていう、うん、そう、とエヴァ Q を見たんですよ、うん、やっぱちょっとね、佐賀君を感じたよ。佐賀君を感じた。エヴァ Q っぽいシーンもあるというこのシューティングスター。なるほど。そうなんですよね。まあ、あのこの前の土曜日はリリース記念イベントも開催したんですけども、うん、場所がね、ずいぶんファンシーだったね。ファンシー、あの、なんだろう、何をやってんのあれ普段。なんだろう、ね、なんか飲食店だったよね、うん、なんかこう女子とかがイベントやってそうな感じの、うん、イベント中ね、向かいから美味しそうな匂いがね、すごかったわけなんですよね。知ってた、 ね本当に、え、知ってた、知ってた。あの、俺はあの爆弾焼きがちょっと食べたかったぐらい、お近くに。その匂いもしてたよ。してた。そうなんですけども、まあ、初めてなんかこう、まあ、とパーテーションなしで久しぶりに、うん、そうだね、そう、リリースイベントやって、へーと思いました。それだけなんですけど。いや、でもなんかあれパーテーションない方が、うん、
いいよね、ぶっちゃけね。そう、そうなんだね、と思った。普段はなんかこう、仕切られてるんですよ、このね、メンバー一人一人が、うん、結構切ないんだよね、なんかそう、切ない。なんか隣にいるのに、もうもっとみんなでワイワイやりたいみたいな ね、いいよね、あの、ちゃんと見えてる方が、まあ、俺もそう、いつも大体さ、隣じゃん。そうそうそう、まあ、区切られてるけど、うん、いつも隙間からたまに人切れた時見てるもん。見てるね。何してんのかな、こんな感じかなみたいな、ね、それがね、今回はともう見えるっていう。そう、見える。そうなんですけど、隣で奈緒さんが何を喋ってるかも聞ける。そう、聞ける、まあ、ただね、声が混雑しますね。まあめちゃめちゃ大きい声で喋ってたからね。そうなんですよね、まあ、ぜひああいう時はね、こうご協力願いたいよね。あの、正直あの、声がちっちゃくて聞こえない方がやっぱちょっと多くてですね、あの、あまり何を言ってるのか伝わってこない場合が多いんです。聞こえない時、ほら、こうちょっとこう近づくじゃん。そうなんです。別にイチャイチャしてるわけじゃないから。誰も思ってねえよ。そうなんです。ぜひご協力をお願いしたいんですけども、まあそうですね、もうこんな感じでもうそろそろなくなるんですけども、言うことも。はい、告知しますか、じゃあ。はい、じゃあ我々はね、3ヶ月リリースを終えたわけですけども、実はなんとさらに今月以降もリリースが決定しております。詳しい情報なおさんから。はーい、ダーン。はい、ダーン。去年1年間にわたって行ってきた高等部ナインツアーのグランドフィナーレとして行った大晦日のカウントダウンライブの模様が DVD となって、再来週の水曜6月19日にリリースとなります。じじいじゃねえ。これディズニーランドみたいな、どんな内容なのと。そしてさらに、これどんな内容ですか。まあいいや。そして意味が分かんない。さらに、さらに9周年を迎えた今年、アリスナインにとって2枚目となるベストアルバムのリリースが決定しました。はい、はい、今回のベスト版はちょうどこのアリスナインチャンネルが始まって以降の音源を集めたアルバムになっています。とても残念なことに、リリースが番組開始直前だったため、今回のベスト版には花収録されてません。あらかじめご了承ください。なぜされてる。はい、というわけでね、まあツアーもスタートするんですけど、ひろとさんお願いします。でん、はい、ででん。はい、このワールズエンドデイブレイクツアーは今月25日名古屋からスタートします。北海道から九州まで、うん、なんですよ。北海道全国8カ所8公演を行います。このチケットの一般発売も始まったので、この番組を見てる君もぜひぜひ遊びに来てください。そしてこのツアーが終わるとイベントが待っています。はい、イベント、でん、はい、はい、こちらです。グランロデオさんの主催するグランロデオフェス2013に出演させてもらうことになりました。はい、グランロデオフェス2013、うん、これ、うん、コニファーフォレスト、僕ら初めてですね。初めてだね。野外ですね。うん、雨降んなきゃいいね。真夏の野外。うん、うん、ね、ガゼ、先輩のガゼットはね、うんうん、昔雨だったらしい。あ、ただでも雨でも伝説的なライブになったと。そうなんだ、うん、じゃあやってやれ、やってやりましょう。そうですよね、うん、星空の下でね、シューティングスターなんかやりたいですね。いいですね、うんうんうん、はい、チケット発売は今週の土曜日から一般発売が始まります。詳しい情報は運営コメントからチェックしてください。はい、よろしくお願いします。というわけでね、来ると思ってました。早くも。でも今日はね、結構セットがあんまない、うん、何もないって言って、うん、何も吊るされてないんで、多分今日は鮭は押してこられてないかな。大丈夫。大根とか押してもらえない。大丈夫。そうだよ、鮭。この間あれだよ、あれ、ヒロトいなかったよね。俺もいなかった。何に、え、鮭、鮭、鮭の話をね、うん、あの芸人のしずるっていう、うん、しずるさんにしたらね、めっちゃ羨ましがってたよ。あ、羨ましい、羨ましい、羨ましいんだ。そう、俺も食らったことない。俺は俺でもないみたいな。俺でもない。お、芸人のおじさんでもない。羨ましい、うん、はい、いきます。よーアリスナイン、最近どう。暇さえあれば知らない人の墓参りに行ってる。もうこの下り長いよね。はい、さてそんな中、お前らは先月のひろとくんを皮切りに毎年恒例の5ヶ月連続誕生日企画に突入したわけだけど、今回、今月が誕生日の沢師匠が出演メンバーに入っていない。確かに、確かに、誕生日企画はお休み。
その代わりといってはなんだけど、今月6月はワールドカップの予選のほかにもう一つビッグなスポーツイベントがあるのは知っているか。ほうほう。そのフェンシング本当に違う。そのイベントとは、そうゴルフの全米オープン。おお。あんまり知らない、ね、そして今回の出演メンバーに奈緒くんが入っているということは、今月は前回大好評だったあの企画の第2弾をお送りすること。なんだ聞かないだろう。題して第2回検索ゴルフ全米オープン。おお、はいはいはい、知らないんだけど。いやこれ面白い。いやこれ面白いよ。これは普通に面白いだけど。そうなんです。これ面白いよ。じゃあそんなひろと君のためにもね、はい、説明しましょう。これはね3月にお送りして、ラオ君がミラクルを起こしたこの企画と、お題として出されるキーワードを Yahoo で検索。はい、メンバーそれぞれそのキーワードに付け加えると、この検索結果が減らせる言葉を考えて3ワード、つまりゴルフでいう3打で最も検索結果をゼロに近づけた人が勝ちというこのゲーム。わかりました。おう、なんとなく分かった。言葉を追加していって、うん、検索のこう件数を減らしていく、ね、うん、1万何十件とかあるのを1目指すのよ。そう、限りなくゼロだとアウトなんですよね。ゼロアウト、ゼロはアウト。で3月の時ミラクル起こした1を出した。マジで。すごくないよね。すごい、見たことないんだけど、もううおーってなったもん。そうなんです。検索結果1って、1はね、まあ、ここにも書いてあるけどマジで奇跡ですよ。しかも何でしたっけ、あの検索結果のやつの、なんかね、なん徳川埋蔵金なんかスペース洗うのみたいな感じで、ね、そんな感じだったね。洗うの新橋だ。そうそうだ。でもそれ一件検索してる人いたってことだって。検索っていうか記事が、うん、なんかすごいと思った。さすがに大興奮だった。そうね、もう昨日のホンダの PK 切ってやったの大興奮だ。うちのホンダ入れたっつって金髪もう金髪のホンダじゃないですか。ホンダです。はい、というわけでね、まあセットチェンジをしてから説明するんで、まずは時間稼ぎのためにシューティングスターの PV でもお送りしようということで、曲紹介はヒロト君からよろしく。はい、シューティングスター早っ。なんだろう、なんで農家のおばちゃんみたいなのがいるの。スタジオに紛れて何が起こるの本当に怖いです。あ、キャディ、あ、キャディさんね。キャディさんだ。キャディ感そんなねえよ本当に。分かりづらいわね。なんか、まあ、ああいう感じで自転車乗ってるおばちゃんとかいるの。ね、いるいるいる。ヤクルトのおばちゃんっぽかったね。ヤクルトレディってやつ。ヤクルトのおばちゃんそんなあんなダサくねえだろ。はいはい、そうですね、はいはいはい。いや全く PV 流れたのに触れないって。それ以上の衝撃がそれ以上の衝撃がちょっとね今ね。ではい、それでは、この原作ゴルフのルールを改めて説明しよう。これから3人にはお題となるキーワードを発表。そのお題のキーワードに対しどんな言葉を加えたら Yahoo の検索で検索結果が減るかをそれぞれ考えてくれ。そのキーワードをホワイトボードにこれね、書き込んで、トラ、ヒロト、ナオの順番に発表し、実際に検索していくと、これをゴルフでいう1打目を打ち終わった状態とすると、全員が1打目を終えたらその時点の検索結果に対しさらに付け加えると検索結果が減るキーワードを考え発表&検索と、これを2打3打と繰り返し3打目を打ち終わった時点で一番検索結果が減っていた人がそのホールの勝者となる。もちろん3打目を打つ前に検索結果が1件になったら、その人がそのホールの勝者。そうなんです、ね、へえ、そうなんですね。おこれ まさかのホールインワンっていうのもあり得る。あり得る、そうなんです。あり得るのか。確かにすごい整理された。一方3度目打ち終わった時点で検索結果がゼロだった場合 OB 扱いということでペナルティとしてケツバットならぬケツゴルフスイングを食らった。やばくない。うわなんじゃそれ。ゴルフスイング、ゴルフスイングまずいでしょさすがに。ガチでなんかドライバーとか持ってこられたらどうすりゃいいのどうすりゃよかんない。ヒロト君は大体ルール分かったってことで大丈夫かな。はい、はい、それでは今日の第1ホールのお題を発表しよう。はい、トラック読み上げよろしくということで1ホール目のお題はこちら。さあ、お、全米オープン238万件結構多いですよ。
はい、これから検索結果が減るように付け足すキーワードをね、うちらがそれぞれ考えると。もちろん目指すは検索結果一件。それじゃあまずは1打目に何を付け足すか、メンバーそれぞれホワイトボードに書き込んでくれ。シンキングタイムスタート。というわけで全米なんだっけ、全米オープン、全米オープンスペースね、スペース。これね難しいのよ意外と。さあどうしようかな。ゼロじゃダメなわけでしょ、だってね。そうなんですよ。なおさんなんかいい感じにこうなんか早い、ね、ジャケットを手に入れてんじゃないですか。そう、前回優勝者としてジャケットをいただきました。そしてトロフィーもです。すごいね、めっちゃ手書きだけど。本当や、手書きや。すごい、なんかそのジャケットすげえしっかり作り込んであるのかなと思ったら、シール貼ってあるだけって言ってたんですよ。雑だね、またそれも。まあ、俺にとってはこれ防衛戦なんで。気合い入れて頑張りたいと思います。本田です。わぁ、見てないから。全然見てないですよ。わけわかんない。サッカーの音も見てない。サッカー見てないでしょ。見てるよ。見てますよ。じゃあどうしようかな。これはまあ無難に減らせる方行った方がいいのかな、うん、これこの間やったら俺まさかの増えたんだよね。増えるとかあるんだ。増えるとスペースつけてやったら増えたっていうのもあるんだよ、ね、やべえ、久々に漢字書いたら書けねえ。全米オープンからのあれだ、ゴルフほんと見ねえからな。あ、これえゴルフに関係ないとダメよ。関係なくなっていいよ。関係ない、うん、ゴルフ関係ない。あ、分かった。これ多分減るね。ちょっとこれ漢字が分かんねえな。でもひらがなで買っちゃおう。どうだったの漢字。漢字が分かんない。ちょっと名前違くない。え、違かったっけ。そうなの。わかんないよ、どっちでしょ。これでしょ。そうそうそう、これでしょ、うん、あれ、俺間違えてます、これ、うん、あーし、合ってます。え、合ってるんだ。ほらそうなんだ。それを感じるんです。よし、帰ってきた。ビビらせないでよ。よし、どこ行く。トイレ。トイレ。トイレ、トイレ。はい、じゃあ俺から行きますか。じゃあもう全米オープンなのになぜか西小池。それを漢字で入れない、ひらがなで。これをひらがなで入れましょう。逆にひらがなで入れましょう。西小池スペース系。そう。で、俺がこれ西小池って書いたじゃないですか。いや違うって。西木小池だみたいな。よくわかんないこと。上を惑わしたんで、俺ちょっとビビってた。おお。え、これで？これで。検索。もうなってるのこれ。なってるね。なってる。82万4000。おう、あ、23万。おお、いいですね。23万。結構減ったってことですか。10分の1ぐらいになった。お、よかったですよ。よ、10分の1、うん、10分の1。これいいんだ。これ減るでしょう。これ減る、減るかな。減った。全米オープン高橋名人。出てんだね。なんか連打しちゃってんだ。なんかのなんかのに出てますよね。なんか出て全米行ってるでしょ。全米 オープンしてそうだよね。なんか行ってみましょう。名作どうだ。さあどうだ。おお、寄せた。たいや、でも12000。12900。なんなの、本当出てたんじゃねえの。すごいね。さあ、優勝候補。優勝候補。優勝候補。いきます。全米オープン。なおプロ。浴室乾燥暖房機。いや、投げない。なんでそういうなんか家電なんだよ。家電。家電というか。家電でもね。家の一部みたいな。家の一部だね。さあ、出ますか、ね。これは結構寄せれるんじゃないかな。寄せすぎだよ。これ寄せすぎじゃないの、大丈夫ですよ。ただプロだから分かんないけど、本当ね。妖精のプロだから。おー、飛んだ。よーく来たよ。ちなみにめっちゃ飛んだぞ。なんだこれ。だいぶさすがプロ。一打でグリーンに乗っけました。グリーン乗ったね。これグリーン乗っちゃったね、これね。さすがプロ。プロはやっぱ違うね、なんか輝いてんだよ、この企画の時だけ。まあまあ、今回の全米オープンは
バッチリ準備したんで大丈夫です。本田です。なんかでもちょっと似てる気がしてきたよ。確かに。あの記者会見の時。やばい、ちょっと似てるんだね。ちょっと似てる気がして。あの 目の動き方とかちょっと似てる。いつの間にそんな一面覚えてきたの。怖い。昨日の今日だよだって。はい、2打目をじゃあ考えましょう。つって寄せたな、これは寄ったな、どうすっかな。これでつまりそれぞれの次のどんどん減らしてるかってことです。そうだね、怖いな。怖い、ね、そう、これがやばいってやつだね。怖いな。からのだってこれもう次に俺は高橋名人の次に来る言葉になっちゃう。飛ばっ、いけっかな。なんだろうな、どうしようかな、難しいな。全米オープンなんて見たことある？大体、まあ、あの父親が見てて、よく朝の時差で朝やってる、ね、ちなみにゴルフできるの2人は？俺できるよ。できるよ。できんだ若干、うん、知らないんだけど9年間一緒にいたけど意外と、うん、意外とあの父親に連れられてやったことある。打ちっぱなしとかそうそう、うん、全くできないのにあのなんだっけホール、うん、回ってめちゃめちゃ疲れためちゃめちゃ疲れた。それはあれこう狙ったところ行けないよって書かないとこれ。そうだね、書かないと、ね。全米オープン。あれだな。これいっちゃおう。あれいっちゃおうかな。なんだろう。もう分かんない、こっからか。はい。これ感じ分かんないよね。よし。ちょっとじゃあ正直ね全米オープン、うん、西堀圭、はいはい、同じ系つながりで、はい、本田圭佑ってどういう好き この状態で入れるってことだねこの状態で入れましょう。スケひらがなでいこう。同じように分からない。これはでもいい感じなんじゃない。これいい感じだと思った。うん、じゃあ行きましょう。クーリーほらオーラ。でも3万でも多くないまだ。多いよ。スケはまああの字だ、ね。分かんなかったスケが難しいです。まあ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 。続いてどうしますか。はい、まあ全米オープン、高橋名人。高橋名人。はい。カズダス。うわ。攻めるなこれなかなか。これ攻めるんじゃないの。これ。これは飛ばしてきたんじゃないですか。大丈夫。飛ばしてきたね。飛ばしすぎな気もするけどね。どうでしょう。おお。寄せてきた。もうあと数センチね。マジか。来た。うわ来た。もうこれあと息吹きかけたら入る。ねもう入るだけで。これここに来てちょっとライバル出現みたいなね。なんだ恐ろしいですね。さあどうしますかプロ。まあでもね俺も負けない寄せを見せますよ。負けない寄せを見せます。なおプロ、なおプロ、なおプロ、いいですか、うん、います。行きましょう。全米オープン。何全米オープン、浴室乾燥暖房機西英福。なんで一応事務所があると思うんだ。杉並区じゃないですか。西英福どうだ。西英福だよ。全米からの西英福一桁いくか。お意外と減ってね。意外と終わってね。全然減ってないんだけど。やべえ。まさか。まさかの減らず。減らず。西英福に浴室乾燥暖房機つけてる人多いんだね。はい、多いだろうね。多いか、うん、それでまあ全米オープンが好きだみたいなこと書いてる。なるほど ね。まあいるか。意外といるか。さあプロが痩せられなかったんですけども、じゃあラストいきますか。ラストか。またもう難しい。俺これ苦手なんだよ。なんかいろいろ逆にこれ OB とか言っちゃうとあれだね。そうだよね、攻めすぎると、うん、大胆な発想がないんだけど俺なんかそんなに。
もうあれ、あどうしようかな、もっと、もっと別の何かが欲しいって。これ増えることもあるわけだよね、だってワードによっちゃ。ワードによっちゃ増える。いや、そこから増えることあるの。何にしようかな、あれなんだっけ、あれなんだっけ、あー怪しい、あー危険、危険だな、どうすっかな。3900万のか、困った時のあの単語あるんだけどな困った時のあの単語あるんだけどないやこれ難しいね、10って。困った時のあの単語、10でしょ、10って難しいな。なんだろう、困った時のマジで洗うのかけって言ってるのみんな洗った時の絶対 OB でしょ。困った時のあの単語洗うの書いたら OB じゃないの。あれいけっかな、かけるかな、かけるか。あ、漢字が分かんないですね。もうこれしかない。あれ、これ合ってます。合ってる、合ってる、合ってる。あ、これいらないです。これよし、甘いかな。いやこれはでもこれ OB かないやいいと思うよ、いいと思うよ、いいとこついてると思う、すげえ、すごいいいとこついてる。いやこれ際どい、いやいやすげえ怖え、いや超怖いよ、めっちゃ怖いよねこれはね、やばい、やばい、ヒロトさんやばいよ、やばいそれやばい。まあいろんな人物名出してきましたけども、うん、やっぱちょっとスポーツネタで行き過ぎたんで、うん、あんま減ってないんで、あんま減ってないんでちょっとあの変えてきました、うん、はい。でもやっぱ全米オープン錦織圭、本田圭佑、大橋巨泉どっから出てきちゃったなんかそういえば巨泉さん、そうオーストラリアにね、うん、行ったうちの事務所の人がいたなと思ってそれを思い出して。オーストラリアに、オーストラリアと深いつながりありますよね、大橋巨泉って確か。あ、そうなんだ。そう、なんか結構ね、OK OK ギフトショップっていう、出店してるんですよ。さあ、どうでしょう。あ、選べー選べそんなにそのワード検索するそんなにいないだろう、減らなすぎだろ、俺は。何の記事なのかこれこのなんかつながり全く意味わかんないよね。意味わかんない。ちょ、でもそれぞれメジャーすぎるんじゃない、やっぱ。あ、メジャーすぎんだね、うん、名前が、ね、それだけが。巨泉さんなんてね、そうですね、バカもうすごいんですから巨泉さん。はい、じゃあヒロトさん、はい、あ、ナオさん行きましょう、先に。ごめんなさい、ね、ます。そうですよ、プロ。これもなかなかね、一発逆転を見せるのか。これは僕はまさかのこっから入れちゃうってあり得る。信じてこれを書いた。多分知名度はそんなない。知名度ない、はい。いきますよ。全米オープン、浴室乾燥暖房機、うん、西英福からの飛行人戦隊秋葉レンジャーなんだよ、何それ、なんだそれ、有名なの。いや、秋葉原の、ヒーロー、まあ、非公認だからね。非公認なんだけどね。勝手にやってるってこと。そうそれ、本当に実在するもんです。する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 んですね、うん。一応応援してます。これ結構寄せるんじゃないの、これ結構寄せるな。結構コメントを見るとそんなにこう、うん、知ってる人もね、うおーうおー寄せたね。え、だってさっきまで寄せたね。さっきまだこの10倍ぐらいあったよ ね、 3000いくつぐらいあったんで、うわ、ちょうど300っていうのもすごいね、確かに。なるほどね。西英福があんま効果なかったね。そうだね、西英福ダメだったな。2打目効果ないし、2打目逆に俺今300件もあったことに驚きを。このワードでね、このワードで確かに知らない。やっぱでも秋葉カルチャーはすごいと思います。すごいね、うん、さあこれ、これ結構いいよ。うちのダークホースがね、さっき何10件さっき10件なんで、10件、まあ、一番危ないといえば危ないんですよ、これ意外と。逆にね、はい。じゃあ全米オープン、高橋名人カズダンスからの変換これ熱いな、これ熱いね、これ
来るか、まあ、これ僕の愛読書ですからね。これあの UFO とか書いてるやつじゃないのか。そう、唯一あの定期購読してるそんな確かに月刊部たまにこうポンと置いてあるな。あんまね売ってないんですよ、うん、これ確かに、ね、さあ調べていただきましょう。10件ですからね。おー、すげえ、マジですげえ。なんか一番最ここ気になるのは何？すげえ。このホールはヒロトさん、うん、勝利でございます。おめでとうございます。いやすごい、すげえな。月刊ムーブすごいね。ね、この並びの月刊ムーブはすごい、ね、いいとこ行ったね。いいですね。じゃあ続いて行きますか。これはちょっとプロを脅かしてるね。第2ホールのテーマはこちらでございます。日本代表1720万件。わー、今日ですね。まあまあおよそね、すごいね。これを減らしていくと、昨日1日でだいぶ増えちゃった。うわ、増えちゃったよ。おお、めちゃめちゃ増えちゃった。2400万。2440万件。これをどう、数字が変わっちゃいましたけどね。どういくか。昨日試合をね、昨日見てたけどさ、本田選手もすごい感動したけど、うん、あのハンドしちゃったオーストラリアの選手の名前知りたい、うん、なんで攻めるの？逆か。あ、これ逆にあれか、増えちゃうのかな。そう、増えちゃう。ツイッターとかに何送るの、ありがとう、ひどいよ。さあ、次のスタートでございます。ドラマがありそうだなと。日本代表でしょ。日本代表、メジャーだな、メジャーな単語だな、すごい。日本代表全く関係なくいけですか。そうでしょ。なんかこう減らせるワードってないのかな。これ相当減らしにかかんないと。なくならないよね。なくならないね。パルシンドとかじゃダメだった。それ出てきちゃうね。パルシンド代表だよな、って昨日今日見たんだよ。パルシンド？うん。嘘、なんか食毛かなんかの CM の発表会みたいな。いまだに、いま、うん、だに、うん、ずっとアートネイチャーの CM でしたね。あ、そうそう、アートネイチャー。いまだにちょっとなんかさ、あんだけ CM とか出てたんだから直してやれよ。バカじゃん。確かに日本代表、ね、アルシンドになっちゃうよってね、言ってる場合じゃなくてさ、直してやれ。あったね、あったね。そうだよ、あんだけ自分のハゲを売りにしてた人いたか、ほんとさあ、もう全然考えてなかった。なんだ、日本代表ね、日本代表からの、いやこれ減ると思うな。あ、いやいや減んないかな、これメジャーか。またやべえ、めっちゃわかんねえ。とりあえずでも一回一打打たないと分かんないよね、これ。一打打たないと分かんないから人に書こうかな。そうだね、一打、ちょっと日本代表って幅が広すぎんだよな、マジで。何を書いても日本代表ありそうな。そうなのよ、何を書いても日本代表あるもんね。そう、そう、いろんな委員会とかあるもんね。そう、そんなのあんのみたいな。坂君がそろそろウィーレの、あ、代表戦、代表戦に出るという予選、はい、予選がもしかしたら日本代表になるかもしれない、うん、それをその願いを込めて俺はじゃあ書いとくわ先に。おお、うん、なるほどね。これをね、え、それだけでいいの。よし、何ちょっと、それだけでいいのって言われたらちょっと困っちゃうね。2位とか、うん、2位とか2位、3位とか、もう10位まで。ああ、じゃあ分かった。一番欲しい OK、うん、よし、はい、いきます。じゃあ日本代表スペース差が2位という期待を込めて、期待を込めてそう、なんかそんな感じです。で、こう負けるんじゃないかなみたいな結局この辺まで行ってやべえ1位になりそうだみたいな空気あったのに結局2位で中途半端に終わってしまう。あ、まあ、ただ代表は入るんです。さあどうでしょう、
お、減った。減りました減りました減りました。でもだいぶ減りました。いい具合の減った。だいぶ減ったね。いい、いい具合に、いい具合に、いい、いい字だね。はい、いい字だでした。ありがとうございました。じゃあ、はい、岩田さんよろしくお願いします。はい、日本代表、うん、はい、屋敷隆司。なんで来るなこれ。来るんじゃないの。これはいいよ。キーワード来るね。屋敷隆司が何かの日本代表だったらどうすんだっていう。確かに、ね、その線もあるね。そうそう、行きましょう。おお、減る。同じぐらいだね。同じぐらい。いい勝負、いい勝負、いい勝負。19万。さあ、寄せのプロ。これも寄せれるんじゃないかな。いきます。日本代表、なになになに、ハリネズミの強し。おっと、おっと、我が子、我が子、我が子、ハリネズミの強し。これ出てきちゃうんじゃない、大丈夫、出ちゃう、出ちゃうんじゃないのこれ。逆に、逆に なんか日本代表とかじゃないよね、すでにね。さあ結構減ると思うんだけどな。押していただきましょう。おお、いやでも皆さんこう同じ並んでますね。並んでますね。意外とでも一番多いっていう。確かに。あとでこう詰めてくるからね。あ、それはもう流していくから。奇跡の一打を。そう、奇跡の一打。奇跡の一打ね。さあ、2打目シンキングタイムスタート。なんだろう。なんだろうな。でもこれ結構さ、このゲーム面白いね。面白いね。普通に、うん、なんかこの好きなのよ、これ結構。苦手だけど。なんだろう。サガニーとか適当なこと書いちゃったから、もう次が考えづらいわ。うん、なんだろうね。なんでしょうね。あ、メジャーすぎるかな。最近なんだろう、見た映画。最近見た映画なんだ。最近見た。あ、そう、メール送ったけどさ、キックアス2。面白いの。え、キックアス見てない。キックアスは見た。あ、見た。まだ公開してない。あ、まだ公開してない。あ、2が出る、うん。あれ面白かったよね、キックアス。全然普通の楽屋トークみたいな人だった。アイアンマンは見た。まだ見てないんだよ、それ。やっちった。早く書け。そうだよね。本番中だから。本番中だ。失礼しました。いやこれはどう来るかな。来るね。これは俺減らすよ。ちょっともうね、ダメ、全然思い浮かばないよ、本当に。だから見たい映画だけ書いとくね。はい、というわけでね、うん、はい、日本代表スペースサガニーして見たい映画はね、アイアンマン3。おお、見に行きたいなと思いまして。まだやってんのかね。まだやってるんじゃないかな、さすがに。見に行こう見に行こうと思ってなかなか見れない、見に行けないっていう ね。これどうなんですか、聞きますか。これ増えるんじゃないの、下手すりゃ。おお、そんな減るの。寄せましたね、俺ね。寄せたよ。サガニーが効いてるんだね、でも。そうだね、あれが入ることでね、うん、ありがとうございます。じゃあ、はい、ヒロトさんいきますか、日本代表、屋敷隆司。これは減るよ。これは減りますかね、大丈夫ですか。ジャレット・ジャクソン、ポロリ。これ減らすね、これね。うまいでしょ、これ減るでしょう。ジャレットとジャクソンの間は入る、入りますね、点入ります。すごいね。ニュースになりましたからね。そうです。おー、やるなぁ。うまいよね、やっぱね。うまい。ちょうどいいわね、253件減らして、うん、次に向けてね。いいね。じゃあ、プロ。プロ。プロのね、寄せが甘いという。寄せが甘い。ちょっとまだ、調子が戻ってないようです。本田です。そろそろくどいね。マジか。いいですか、はい、じゃあ、行っていただきましょう。はい、日本代表って。はい、日本代表、ハリネズミの強し。
さあ来るか。仲介手数料なし。なんか家系を挟んでくる。家系来たね。家系アーティスト。家系。家系。まあ皆さんも聞き覚えあるね。来たよ。寄せてくるね。来たよ。どうですか。来た。最終だ。最終だ。行きますか。これトラさん。だよ。敵は強いよこれ。大丈夫です。変えて数量なし。これでいいじゃあ、あと何かな。ここだよね。ここだよね。なんだっけあれ。なんだっけ。よし。ここね、これね、いや、ヒロットは200何件しかないんだよね、もうね。そう。もうここで詰めるのか、OB なのか。ね、めちゃめちゃ悩んでる。青さんも悩んでるね、プロも。プロ突如との変な言葉をよく覚えつくよね。しかも大体こう住宅情報なんだよね。住宅情報家電とかも大体こう家にこう取り付けるようなやつばっかりで。そう、あれ家電、トイレとか家電って言うんですかね、あれ。難しいですよね、洗うのとかね。これでいいんだっけ。うん、合ってる。さあ何を書くのか。何怖いんですけど。もうね、結構あのハマってますよね今ヒロトさんね。あの見失ってる部分。えマジで。ダメ。この位置だ。最後だよねこれね。また大事だな。大事だよ。200何件しかないんで。いやちょっと。大事、めっちゃ大事。これね、これつけるかどうかで変わると思うんだよ。いやそれはね、もしやるんだったら俺はつけてみてほしいけどね。本当。そうだね。本当。つけてみて。勝負に出るよ。勝負に出ましょう。はい。というわけで、ね、狙うよ。大丈夫ですか。あ、直さん書いてないよね。直さん。やっぱり。一回迷い出すとさ、なかなか決まんないのよ。決まらないねこれ。そう。なんか言葉が出てこないっつうかね。なかなか。なんかこう。あれだよね。来た。来ました。プロ。来るよ。それ来るよね。はい、じゃあ行きます。俺も結構減らしたんですよね。何件です。7000件あるってね。はい。まあ、日本代表佐賀にアイアンマン3ということで。行っちゃおうかな。家系ドラマ。今じゃん。なんじゃん。なんか寄せそうで怖いんだけど。寄せそうで怖いでしょ。これ意外と。寄せそうで怖いんだけど。今これ見ててさ。なお大文字。なおは大文字。書いた人が、まあ大文字でいいか。皆さん本当あれだよね。大文字小文字小文字でね。そう。じゃあそれでいきましょう。大文字小文字小文字。大文字小文字。そうなんです。いや、寄せそうで怖いね。寄せそうって、もう家系って別にラーメンだよね。さあどうだ。ドン。ほら。うおー。寄せたね。だいたい家系ドラマなおっていうのが本当にいるのか、もうそう呼ばれているのか。最後88人にもしかしたら呼ばれてるかもしれないけどね。80、はい、というわけであるんだね。え、じゃあこれも望み出てきたな。これ出てきます。これだいぶいいとこ行くよこれ。じゃあヒロトさん、はい、何でしたっけ。日本代表屋敷隆人、ジャネット・ジャクソン・ポロリからのデン武士道ってのね。完全にモノマネじゃないですか、それ。藤岡弘さんのモノマネ入ってきました。いいですね。じゃあ入れていただきましょう。これ寄せちゃうんじゃないの。すげえ寄せそう。寄せるか OB かだよねこれ。いただきましょう。あ、寄せましたね。僅差で戦ってる。寄せましたね。これでもダメなんだね。これでもダメ。これでもダメか。さあ、じゃあ最後プロ。俺結構いくと思うよ、うん、プロはまだ結構あるんだっけ。まだこう件数的には372。あ、でも結構詰めてるんだよね。いきます。どういきますかね。日本代表ハリネズミの強し、
仲介手数料なしからの地盤改良さすが家系ドラマ地盤にまで手を出すんだよ地盤来たよ地盤改良地盤にまで手を出すんだよ地盤は大事だよ恐ろしいですねさあどうだ声一桁うわ増えたうわマジ増えた増えたマジかよこれまさかの増えましたけどこのホールもヒロト君がさすが髪の毛を黒くしてこんなことだけ上手くなってしまってやばいいいですね確かにあの仲介手数料と地盤改良がどうしてもつながっちゃったんだよねつながっちゃってつながったかそうで増えちゃったんだよねなるほどね最終ホールでございます本当にねこれ一件出さないとやばいなこれやばいですよせめてワンポイントでも稼がないとうちらはねお題いきましょうお題どうぞなんだ平均年齢106歳のデスメタルバンドに突撃インタビュー150件うわおお。何これ最初からもう最初からグリーン乗ってる感じじゃんこれグリーン乗ってるショートホール最終ショートホールだけどドライバーしか使えないドライバーしか使えない男たちうわこれはえこれだって減らせないよ200えいるのていうか146件で減ってないですかこれ146件減ってるよ減ってるそれ減るだろうこれあれだよ安牌狙うと一気に増えるからね OK そうなるほどねあ一回増やすって手があるね一回増やして減らすみたいなあなるほどね増やしてみよう一段目なるほどねなるほど平均年齢あこれいきなりゼロになったら終わりなんだっけそれもあるよね あそうなの増えることがあるかもあーいやそうなんだじゃあ怖くないななんだろう増やすの俺これもしかしたらね出ちゃうかもしれないねこれ今えあ俺も出るね出る俺自信ある自信あるあれ増やすんじゃないのいや、俺もうホールインワンで狙えると思う本当俺一回増やすよ、うん、増やせんのかなはい、ヒロト増えるかなこれ絶対増えますじゃヒロトさん、はいはい、はい、何ですかポケモンゲットだぜおっとおお増えそうこれ増えるでしょすごいなこれ増えそうですね増えるねさあ、いきますかどうですかさあ、出ますかよしおお増えた微妙に、ね、爆増えはしないんだね爆増えはしなかったですねいやパンチありすぎんだよね多分あの言葉が、うん、デスメタルバンド柔らげねどっち行きますか俺行きますかじゃあ俺行きましょう何でしたっけ平均年齢106歳のデスメタルバンドに突撃インタビューボーカル金さんギター銀さんやばい、ウケるちょっと面白すぎるんだけど、ね、この年代感ねこれは年代感ねこの年代感 ねこれいけちゃうんじゃないのこれ下手したら減るぜだってこれ減るさあどうだ増えた待ってこれ女子受けする音楽この下のやつなんで女子受けって女子受けってなんなんか100歳超えたねこれねまあちゃんでも結構いいと思うよ本当ですかじゃあなおさんなおプロ、平均年齢106歳のデスメタルバンドに突撃インタビューピースカンパニーおーかはい、カタカナで PS カンパニー、まあ、確かにそこまで激増えもしない言葉ですからね、うん、はいそんなにさあどうでしょうおーなんか微妙に倍ぐらい増えたかこれ超なんかこう逆に増えていくの怖いねなんかね怖いね PS さ増えないようにしないと PS カンパニー毎遊とかにしたらちょっと減った第あーなるほどね第2弾いきますか第2弾1000でしょ1000増やして1150減らすと何だろうな何
何にしようかな。なんか絶対ある。絶対ある。ここぞという何かが絶対ある。絶対あるね。絶対ある。あの単語封印していたあの単語。封印していたあの単語。ここで。あー。あ最終ホール。今ヒロト君に負けているからな。これあと2段あるんですよ、ね、あと2段禁断のあの単語をここはそんなにこの間ねあのジャスト1を出してしまったという禁断のあの言葉で勝負っていうのもまるでないです前回の応答ね難しいねでも本当に何にしようかな、ほんとちょっと…勝ちに行こうあ、字がわかんねえ長すぎてさ、俺も書くのもめんどくさいもう俺は1が出るか0がいくかでもういきますあれもうこれ2打目でしたっけまだあこれダメですじゃあちょっと1個消しますまあ2打目ならこれはいきますよおいきますよ僕はいで俺何でしたっけ長すぎて覚えられないはい平均で106歳のデスメタルバンドにインタビューボーカル金さんギター銀さんそしてベース徹子黒柳っていう。やば。やば。徹子。好きますよ。徹子天。徹子ベースの後にまあ天つけてはい。徹子天黒柳です。これは。これは。やばいね。今のところすごいバンドなんです。これやばいです。さあどうだ。んやべえ。ドボンドボンきた。いや、待って分かって、3打目は打っていいよ。あ、3打目は打っていいですよね。よかったよかった。あぶねえ、もうさ。やっちゃったー。やっちゃったー。超えちゃったか、これ。取り戻せねえかもしれない。こ言葉の区切りを変えてみてくださいね。もうダメでしょ。いや、でもゼロだから、ゼロから。ゼロから増えるのかな増える増える。あ、増えるんだ確かに増える気がしますやばいじゃないですかやばいですよじゃあヒロトさんお願いしますよ平均年齢100歳のデスメタルバンドに直接インタビューポケモンゲットの際からのケリーオズボン家庭教師おっとなんですかそういうドラマ出たんですか飛ばすなこれケリー中黒ケリーそうそうですね、はい、あのオジーオズボンのね娘のね、はい、何ですかまたなんか知ってますかあなかなかね、オズフェス来てたらしいですよ、ね、うおやべーおお4ですかいやるねちょっと待ってあと1段あるのかこれあと1段やべちょっと寄せすぎた感は寄せすぎた感あるね、うん、ありますけどねじゃあプロ危ういですよ、ね、そのもうトロフィーが、まあ、奪われようとしますからねすでに2回目にして進化したね進化したものだったいきます、はい、進化いきます年齢106歳のデスメタルバンドに突撃インタビュー、はい PS カンパニーアラウの S なんだそれなんだ S なんだのなんだ S ついてる S があるんですねスーパー何アラウの S アラウの S が出たんですかまさか S がねちょっとね安い版かな安い版ね廉価版なんね、はあはあ、いいですねさあどうでしょう来いよっしゃー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 なんだったよ何これなんだこれ俺なんか絶対なんか操作してるでしょこれやべえやべえ
あるんだ。これちょっとすごすぎる。ちなみにこれ洗うの S なかったらどうなるの？ S ないとどうなるのこれ？ S ないと？わかんない。ちょっと消して僕が検索しても、うん、見てもらっていいですかね。あ、いい系だった。いい系だったな。洗うのってやっぱすげえ。洗うの。洗うのってすごいんだやっぱ。すごいけど、いや、なおさんがすごいわ。マジ本当に本田張りにすごいよねこれね。決めてくれる、ね。決めるとこ決める。決めた。なんだ。なんかこれじゃあね、今まで勝ってた俺なんか昨日のオーストラリア。完全にね一点先制してて。そうだよね。持ってかれたよねこれ。なんえもうこれはじゃあもう直さんの勝利。2人1位。あ2人とかあと1位だって1位を目指すと。俺なんかもうゼロですからね。苦しい。本当苦しい試合でしたけど先に勝ててよかったです。本田でした。すごいわ。でもこれでこれでもここ1出せば並べるわけですよね、うん、いやーいやもうすごいなあ本当に。もう増やす言葉を思い、ね、出さなきゃいけないってこれ以上にちょっと僕やりすぎだっていうねまさかのね、うん、じゃあどうしようかな。ここで来るのか。これは増やしていこう。これを増やしていこう。最後にこれで増えなかったら逆にね楽しいかな。 OK、 このままです。いやこのまま勝てるのを祈るばかりだ。いや怖いな。いけないかな。いやすごかったな。やっぱこう近い興奮があるよね。近いよ。ワールドカップに近い。うおーって感じになるもんね。なった。すごいわ。さあひろとさんかなりね。もうひろとさんすでになって4ぐらいなんじゃなかったでしたっけ。4。こっからが大事なところですね。僕ちょっとまあダメかもしれないんですけど増やそうと思います。まあここまで来てね、まあ、金さん、銀さん、フェスコプレアダイキ、ドラムナオっていうね。これで増えないかな。ちょんちょんナオでいきましょう。これは増えなかったりして。これは増えてほしいね、逆にね。ここでナオ出しちゃうっていうね。さあ増えてくれ。増えなかったよ。増えなかったけどこれ並んでみると俺がすごいね。突撃インタビュー。あこれメンバーなんだね。ボーカルギター。そうそうそう。ちょっとボーカルギターまでは良かった。良かったね。やっぱ徹子クレアレンジが良くなる。そうだね。おそうですね。ケツバットね。おおうわアイアンさんドライバーだ。ドライバー大体キャディーさんが打つもんじゃねえから。怖い。これなんか飛んできそうだよ。なんか1、2、1、ゴー。痛そう。痛そう。痛そう。何普通に痛いよこれ。なんかさ徐々に痛くなってこないこの番組本当に。痛そう。最近ね。ただの暴力だよね。だってさあの最近あの年末の番組のなんだっけあの笑ってはいけないとかでもさ結構柔らかいやつ使ってるよ。しなしなの硬いよこれ。あれしならないからこれ全然普通のあのね売ってるプラスチックの硬いやつじゃんね。困りますよ本当に。逆にリアクション取りづらいみたいな。痛いんだもん普通に。痛いんだもんだって。はい、というわけでじゃあひろとさんいきますか。これいけると思います。平均年齢106歳のデスメタルバンドに突撃インタビュー。ポケモンゲットだぜケリー・オズボーン家庭教師からの、はい、からの、はい、ウーパールーパーはドンキホーテで。意味わかんないけどなんかゴロいいねすごいね。ウーパールーパーはドンキホーテで、ね、いやー来るのかなこれ。これあれなんですよ最近見つけたんですけど売ってるんですよ。うっそ、ウーパールーパーがドンキホーテでなんか来そうで怖えなこれ。ウーパールーパーって大体なんだっけ。あの丼に乗ってるやつだよね。丼ウーパールーパー丼。
のウーパールバレス。そう。くんじゃないの？あああやりすぎましたね、ヒロトさん。OB です。そう。あおお。マジ昨日のハンドしちゃったオーストラリアの選手。あのねこれ。かっていう。ヒロトさん。はい。痛いよこれ。相変わらず痛いのは受けて帰る。はいっていうヒロさん手危ない手危ないちょっとあの3、2、1 PK の時に動画見ても痛いもんねそれああっとスイングの音ビュってこれねうわハンドしたハンドした選手っぽいよはいじゃあ結果発表でございます、お3ホール中、うん、2ホールを取ったヒロトさん優勝でございますやったあれヒロトさん優勝か OB したのに OB したのに優勝ただ本日の MVP 本田ことなんだろうなおバーバー本田が吠えたなんだろうこの試合に勝ったけど負けた感じの負けた感じですけどねはいというわけでね、まあ、この企画は結構楽しんで次回もね皆さんお楽しみにしていてくださいいいよね防衛できなかったのか防衛で早かったね次回はこの授業次回ねやっぱりなんつんでしたっけアウェーだったんでなかなか感覚がつかめませんでしたねここアウェーだねホームじゃなかったよここ後半はね芝も馴染んできていい感じでした本田でしたどれか渡してください一時変換しますさあそのジャケットもねこういうことになって見てくださいじゃあ広瀬さんそのジャケットをね、はい、羽織るだけでも羽織っていただいてねこれなんかでも嫌だね今日勝った気がしないこのまあねあそこで打たれちゃったら ねなんだろうちょっとねもうヒロトさんいい感じじゃないですかなんか普通にこういうファッションみたいになっちゃったそういうファッションおしゃれ感はい、はい、というわけで本日ヒロトさん優勝おめでとうございました、はい、そんな今月のアリスナイチャンネルもお別れの時間でございます最後にもう一つお知らせおっしゃいましょうかとはいこちらはいと有料会員登録してもらうと、会員限定月一生配信の超アリスナイチャンネルが見られるってことなんだよね、うん、期間限定で過去のアリスナイチャンネルが見られます、ここでしか読めないアリスナイの独占インタビューや、写真が見られるみんなからの質問メールにメンバーが答えるなどの記事がネット、ブログ的に見られるのはもちろんメルマガとしても、みんなの手元に届けられます、詳しくは運営のコメントのリンクから公式チャンネルのページをチェックしてくださいよろしくお願いいたしますさあ、そんな今回の放送に続いて超アリスナイチャンネルは6月23日の日曜夜21時からでございますそして次回のアリスナイチャンネルは7月26日金曜の23時からでございますそしてねライブ DVD さっきも言いましたけど6月19日もうすぐなんでございます、はい、もうすぐですはいリリースでね結構まあまあ、かっこいい感じに仕上がったんで皆さん見てほしいなと思いますよろしくお願いいたします、それでは、今週はこの辺でさよならバイバイ大切な